ての重要な一戦、実況は私西岡とお隣解説席には岡田武さんをお迎えしてお送りします。よろしくお願いします。お願いします。楽しみな試合が始まります。ガラス、ここにサニアがいます。ウォルコット、ここで一旦ペースを落としてボールを落ち着かせます。アンドレイ・アルシャビン、ラスタナ・ディアラ、イグアイン、ボールをダッシュ、寄せが早い。ファンペルシーが行きます。ボールにはウォルコット、空いたスペースに走り込みます。イグアイン、ボールは再び足元へ。ここで失ったら危なかったですよ。サイドを切り裂いた。さあ次はどうする。ボールはキャッチされます。テオ・ウォルコット、打った、クリアできるか。強い、体をうまく使います。ボールを取った、トラオレ、ボールにはファブレガス、スペースを狙ってきた。ディフェンスの網にかかる。ボールを取られました。ラウル・アルビオル、赤がそこにいます。ボールに絡むと空気が変わります。クリスチアーノ・ロナウドです。コーナーです。ヘッドで捉えた。ゴールです。ゴールゴール。コーナーから得点となりました。蹴る瞬間の動きでディフェンスの対応が一瞬遅れましたね。いい動きですね。前半14分、先制点が生まれました。ウォルコット、チャンスと思いきやオフサイド。これは惜しい。オフサイドになるということは狙っているということでもありますからね。これはどうなりますか。アーセナルのフリーキックになります。意表をついてきた。ディアナ、ボールに行ったのはイグアイン。ここにラウル、ブロックに当たる。ゴールが見えてきた。イグアインからのパスは通りません。味方が上がってチャンスを作りにかかります。ゴール前に入ってきた。まだあります。中にボールが入る。ディフェンダーがクロスボールを処理しました。むしろタッチを割ってよかったと言うべきでしょうか。パスミスはタッチを割ってスローインになります。カカです。クリスチアーノ・ロナウドが出てきます。動きに躍動感があふれます。ウォルコット、シュートに行けるか。このボールはディフェンスに弾き返されます。いいパスつながった。素晴らしいパス、ファンペルシー。ちょっとコースが甘くなったか。カットされます。ディアナ、ここのエリアは注目ポイントになりそうです。パスコースにはディフェンスがいます。アルシャビン、ロビン・ファンペルシー、
雰囲気がありますアルシャビン。前がかりに仕掛けていきます。ディアビ、カカ狙いましたがこれは難しかった。サニャ、これはパスミスになった。ここにサニャがいます。このパスはダメでした、通りません。さあここはクリスティアーノ・ロナウド、イグアイン、このボールは通さない。入った、オウンゴールです。これは悔しい、これは痛い失点です。オウンゴールとなってしまいました。これはディフェンスにとっては残念な形ですね。ボール的にはオウンゴールもあり得るボールでしたし、結果としてこれは仕方ありませんかね。起きてしまったことは仕方がありません。切り替えていきましょう。これはファンペルシー、ボールにはウォルコット、クリスティアーノ・ロナウド、アルシャビン、ファンペルシー、あっとこぼれた、タカが絡んだ、いきます、体を当てて取る、奪った、テオ・ウォルコット、このクロスはディフェンスが処理します。ディフェンスの網にかかる、ボールを取られました、中には入りません。クロスをブロック、コーナーとなります。ヘッドでシュート、ボールがこぼれました。ウォルコット、ファンペルシーが行きます。ファブレガス、ディアビ、アルシャビン、ラウールの存在感が光ります。この動きがアルシャビンです。予感のあるパスがつながった。シュートは枠の外、これは踏み込みすぎましたか。決まった、点差がさらに広がりました。もう止まらないといった感じでしょうか。今日の様子では確かに止まらないという感じでしょう。この展開を誰が予想したでしょうか。ウォルコット、ここで前半終了のホイッスル。さて解説の岡田さん、現在ハーフタイムですが、両監督からどんな指示があると思いますか。そうですね、まずは勝ってる側ですが、これはもう簡単です。このままの調子でいこう、これで済むと思います。そして問題なのは負けている方ですね。